こんにちは、長倉です。ロックから学ぶストリートスマートな生き方、今日もね、始めていきたいなというふうに思います。今日の授業のテーマはですね、プリンスのパープルレインってアルバムですね。このアルバムはですね、俺自身にもですね、かなり影響を与えたかなというふうに思いつつ、その他で全世界的にですね、かなり影響を与えたんじゃないかなと思います。その1984年の、アルバムチャート全米年間1位だと思うんですね。曲もですね、ビートに抱かれてっていう曲がですね、年間1位を取ったんじゃないかなというふうに思います。全世界で今までで、2000数百万枚、売れてると言われています。で、この、アルバムからですね、ストリートスマートの生き方をどう学ぶかってことなんですけども、今日のテーマはですね、パープルレインプリンスということでですね、多様性を受け入れろというテーマになります。プリンスといえば、本当にこうミクスチャーというかね、本当に黒人でありながら白人の音楽だったりとか、ロックっぽいことやってたりとか、いろんな、音楽のジャンルをですね、チャレンジしてた人で、なんか白人黒人っていう垣根を越えた、存在だったと思うんですよね。ファッションのスタイルも独自だったし、デビュー当初とかは裸にトレンチコートにね、ブリーフパンツに2杯のタイツみたいな、形でですね、かなり奇抜な格好をしてて、有名な逸話としてはですね、1981年、2年ぐらいのローリングストーンズの前座で、ライブをやった時にですね、あまりのブーイングを、受けまくって、舞台裏で泣いてたと言って、それをね、デビッド・ボーイが見て、ちょっとこれから前座の、バンドは入れるのやめようと思ったというようなね、話があるぐらい、ちょっと当時その売れる前ですね、パープルレイン前っていうのはなかなか普通の人には受け入れがたい、スタイルをやってたと思うんですけども、そのパープルレイン、そのパープルレインの一番前の、1999っていうアルバムですね、それで結構ポピュラーな形になってって、ついに1984年に、大ヒットのパープルレインを出すわけです。そしてパープルレインは映画も同時に、出て、映画、アルバム両方同時に1位を取った、最初で最後の、多分ミュージシャンだったのかなというふうに思うんですよね。で、1984年っていうのは、俺にとってもターニングポイントで、俺が当時10歳ですね。これはね、いろんな本にも書いてある通り、俺自身この10歳の時になぜか、大人の言うことを聞かなくていいのっていうことに気づいたわけです、そのおかげで、今があるんですね、大人の言うこと、親の言うこと、先生の言うことを聞かないということを決めてからですね、自分自身、いろんなことをですね、考えるようになった。そしてロックを聴くようになった。その中で最初の出会いがプリンスだったわけです。その1980年で一番売れてたのがプリンスだったから、プリンスだったんですね。だからプリンスからロックだったりとか、ブラックミュージックだったりとか、いろんな音楽をですね、学ぶことができたんですね。学ぶというか知ることができた、そこからこういろいろ自分自身のいろんな興味っていうのが広がっていって、結果的にそのブラックミュージックで言えば、その公民権運動とか、そういったことですね、にもすごく興味が湧いてですね、当時はですね、アパルトヘイトっていうのがあったんですね。その南アフリカで人種隔離政策っていうのがあって、ちょうどその時遠い夜明けって映画もですね、公開されてたりとかして、確かそれぐらいにしたと思うんですけども、で、シンシティっていうね、その反アパルトヘイトのイベントなんかも、あったのがこの当時ぐらいだと思うんですよ。で、そういった意味でですね、僕自身もその多様性、もういろんな音楽があったり、いろんな人種がいたりとか、全ての人間が、平等というかね、全ての人間に権利があるという意味で、そのいろんな生き方があるんだ、プリンスから学んだし、プリンスはその独自のファッションスタイルとかね、独自の音楽スタイルで、今までの成功パターンとかを完全無視した形で、バンバンやっていったという意味でですね、プリンスから学べるのは本当に多様性そのものだと思うんですね。多様性っていうか何でもありということです。だからこれを見てるね、皆さんもこうストリートスマートな生き方って考えた時に、過去の成功パターンっていうものをね、こだわらなくていいと。自分の過去の成功パターンもそうだし、他の人の過去の成功パターンもそう。だからある意味この成功本とかね、読んでもしょうがないというふうに僕なんか思っちゃうんですよね。自分が編集者をやっていながらどうかなと思いますけど、成功法則の本なんていうのは、もはや全く通用しない時代になっちゃったんだよ。で、一番重要なのは多様性を受け入れること、もういろんなものを受け入れること、だから、俺なんかはそのいろんなこう人種差別のテーマの映画だったりとか、あとは LGBT とかね、そのゲイとかのそういう人たちを差別するような映画だったりとか、そういうものとかをですね、結構見るようにしてたりとかします。そういったね、情報も、どんどんね、いろんなところでどういう映画が面白いかなというところもですね、どんどん僕流してるんで、ぜひですね、興味を持っていただければなというふうに思います。今日はですね、パープルレインという、アルバムをですね、紹介して多様性で生きたということなんですけど、プリンスは、2年前かな、亡くなってしまいました。彼はそういう権利がうるさかった方なので、
ただ今彼が死んだ後ですね、そういう動画とかもいっぱい流れてますんで、ぜひプリンスのチャンネルもありますんで、そちらでですね、いろんなものを見てもらうと、本当にこいつやべえなというふうに思うと思うので、特に昔のものはですね、ぜひ、参考にしてみてくださいということで、今日の授業、プリンスパープルリン多様性を受け入れるということで終わりにしたいと思います。毎回ですが、このでせっかくこれが面白いなと、この、番組が面白いなと思ったら、チャンネル登録してもらいたいなと、あと、コメント欄にある、Facebook グループですね、こちらの方に、参加してもらえれば、さらにね、さっき言ったようないろんな情報をですね、皆さんに提供していきたいなと思っております。ではまた会いましょう。